名探偵、コナン名探偵、コナンテンプレート、名探偵、コナン映画作品名探偵、コナンコンペキの棺、名探偵、コナンコンペキの棺は2007年4月21日に公開された日本のアニメ映画で劇場版、名探偵、コナンシリーズの第11作目にあたる。上映時間は107分。興行収入は25億3000万円。 第31回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞作品。キャッチコピーは、そこに浮かぶのは、誰だ、コナン君、どこにいるのなお、副題の、棺は、英語で、コフィンであり、ジョリー・ロジャーは、本来、海賊旗を意味する言葉である。本作は、モーリランと、鈴木そ子の友情をテーマとし、伝説の女海賊。 アンボニーとメアリリードになぞらえたストーリーが展開される。第2作、14番目の標的、第9作、水平線上の陰謀に続く、海を舞台にした作品だが、映画で島を訪れるのは、本作が初である。コナン応援団として、井上和が、山本あずさ、桜塚薬く君の3人が、映画の宣伝活動を行った。なお、3人は、本作公開後、 TV シリーズ第488話テレビ局の悪魔にゲスト出演している。第6作、ベーカー街の亡霊以降でタイトルと同時に公開されるポスターが原作者による書き下ろしでなくアニメ原画なのは前作と本作の2作だけである。映画ポスターには腕時計が玉水銃を構えるコナンの姿が描かれているが本編では使われなかった。冒頭のカーチェイスのシーンで 佐藤刑事と高木刑事が追跡していた二人組の強盗犯は、それぞれ、ルパン三世のルパン三世と、ミネ・フジコの覆面をしている。ルパン三世 VS 名探偵、コナン・ザ・ムービーに登場する、佐藤刑事の初恋の人が、ルパン三世という設定もこれが初出。作品解説は、他作品と本編に挿入されており、コナンが車に乗り込む場面で、 新一のナレーションが入る形式になっている。しかも、新聞記事のシーンはなく、ランの紹介ナレーションもランが映り込んだ際に、彼女は同級生のモーリーランと紹介した後に新一がコナンになった経緯を語るという今までに見られなかった珍しい試みがされている。また、本作でメインとなる鈴木園子が初めて紹介され、オープニングのキャストクレジットにも、 その子役の松井直子が追加された。改装ではあるが、この作品に限り欄の中学校の制服がブレザーになっている。2008年4月21日にはゴールデンタイム枠で初放送された。近年のシリーズ同様、本作も小説版が小学館のジュニア文庫から2014年1月15日に発売されている。佐藤啓治と高木啓治は、 都内で強盗犯とカーチェイスを繰り広げていた。佐藤は巧みなドライビングテクニックで強盗犯の車を追い詰め、横転させる。そのまま逮捕されることになった強盗犯は小海島とジョリー・ロジャーという意味深な言葉をつぶやき意識を失った。翌日、バカンスで小海島を訪れたコナン一行は在宅から探しに集まったトレジャーハンター一味と出会う。 小海島は海底の古代遺跡、海底宮殿が発見され有名になった島である。また、300年前に二人の女海賊、アンボニーとメアリリードが残したという財宝伝説も語り継がれている。興味を持ったコナンたちは、島の観光家が企画した宝探し、ランとその子はダイビングとそれぞれバカンスを満喫する。そんな中、トレジャーハンターの一人が、 海底宮殿を探索中に、サメの群れに襲われ死亡した。当初は不幸な事故と思われたが、ダイビングスーツに残っていた痕跡から、コナンはこの事件が殺人だと推理する。さらに、東京からはるばるやってきた、メグレ警部の話から、トレジャーハンターたちが昨日都内で起きた、強盗事件の犯人と繋がっていることが明らかになる。その日の夜、 島の観光館にトレジャーハンターたちが泥棒に入り、逃走中に何者かからライフルで狙撃されるという事件が起こった。さらに翌日、ランとその子がトレジャーハンターたちに連れ去られてしまう。ランたちを助けるために一人、コナンは海底神殿に向かう。トレジャーハンターの正体や彼らを狙う犯人とその目的、二人の女海賊が残した財宝の謎など、 複雑に絡み合う謎に、コナンが挑む。コウミと、コンビニコンビニ強盗警察関係者収録局、カーチェイスディスティニーアイランドマリーナ名探偵、コナンメインテーマコンペキバージョンザステージファンタジック、アンダーゴーダー、シーパレストレジャーチルドレンエイダイビングシャークフィア、ー、トレジャーチルドレンビーシンクロワーズワッツ、ハプニングケースブレイクアクセントタッチコンティニュー、 アレステッドインターナショナルケースコンシダレーションキャプテンメグレフォースアンメアリチョリーロジャーディベロップメントエスケープブロークンシャークテイラーアタックシャークエントランスコナンズアイアピアランスライクアンドメアリヒーローカミングインファレンスザクライシスビッグトレージャートゥルーインテンションディープブルーメモリーフォローウィンドボーナストラックアットミッドタウンボーナストラック名探偵コナン映画作品ありがとうございます